今日の、初日の登壇者こちらになります。皆さんこんばんは。こんばんは。国光麻耶です。私はですね、今年の夏頃から新潟での生活もスタートさせまして、新潟県産の美味しい新米、あとへぎそば、日本酒、タレカツ、そして新潟といえばラーメンも美味しいんですけれども、それを日々毎日美味しくいただいて、新潟からの愛をたっぷり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 心と体に入れて今日やってまいりました。の皆様もよかったら新潟に遊びに来てください。今日はちょっと舞台挨拶なんですけど、新潟のお話になっちゃったの本当に今日はですね、大切な大切なお時間をこの舞台挨拶という時間に使っていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、また後で、はい、また後でお話します、はい。今回の見どころなんですけれども、うん、ブリッコの演技とは打って変わった私です、うん、の今回はですね、の怪奇現象にとても悩まされて、で大切な子どもたちを守りながら夫を支えながら、どうしてもこれを解決したいっていう思いの中、必死にその思いでたどり着く方々なんですね。霊能者の方々に頼るっていうことなんですけれども、毎日毎日子どもたちのことを考えながら、夫のことを考えながら、自分も恐怖の中そういう心霊現象を体験して、本当に怖くて怖くて仕方がない、そんな中でもどうしてもこれを解決したいっていう前向きな思い、もう絶対に解決するぞっていう諦めない思いで必死に必死に戦う、その姿を表すために、その撮影の何週間か前から水谷よしみになりまして、生きて、でクマだったりとか、あとむくみだったりとか、悩むと人の表情ってどんどん変わってくると思うんですね。で幸せなことを考えてると表情も明るくなるし、ほっぺもぷくってこう上がるんですけど、やっぱりこう辛いことだったりとか悩みをずっとずっと抱えてると、顔もどん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 落ち込んでくるし、体も姿勢も本当に具合悪くなってくるんですけど、その様子がその撮影だけじゃなくてリアルに表現できるようにの必死に役作りをさせていただきました。で人の念っていうのは私はとても怖いものだなというふうに思っています。で自分自身で発したい言葉だったらいいけれども、人の念によって発せられる言葉、誰かの影響を受けてイライラしてないのにイライラさせられて、イライラしちゃって大切な夫にすごくひどい言葉をぶつけたり、いろいろ日常でもあるかと思います。そんな思いもありながら、このセリフは本人水谷よしみが言ったセリフなのか、それとも誰かの影響で言わされてしまったセリフなのか、一つ一つ監督が書いてくださったあの文字を本当に細やかに細やかに深く考えながら感じながら、大切に水谷よしみになりました。今日皆さんぜひご覧いただけるということで、とても嬉しく思っていますが、もしあのこっそりとでもいいので感想も教えてもらえたらすごく嬉しいです。ぜひみんなで頑張った作品なのでご覧ください。ありがとうございました。